はい、今回もね、水星の魔女のお話をしていこうと思います。今回はガンプラですね。現在第1シーズン終了後、第2シーズンまでの間にも本編登場の機体がいくつかこう販売となります。まあ、回収型エアリアルとかもね、そこで発売になります。めちゃくちゃ欲しいですね。もちろんね、ガンプラ好きの方からすると購入待ったなしなんですが、全然知らない人からしても、本編でもね、分からなかった部分も知られる部分もあるので、ある意味楽しみの一つかなと思います。そんなインターバルの期間に発売するモビルスーツがあるんですが、それがこちら。少し前、1月の半ばに、ミラソール社製フライトユニットだったりとか、ベグルペンで、ミカエリスが発売されたんですけれども、その後2月11日にザ・ウォートと、ティック・バランとハインドリー、その後にね、ガンダム・レブリス・ウルとソーンが発売されて、エアリアル回収型という形になっております。で、この後ね、4月になると、ディランダ・ソルだったりとか、ザ・ウォート・ヘビー、実戦型のね、モビルスーツですよね。ハインドリー・ストルムとか、デミ・バーディングとか、ガンダム・シュバル・ゼッテとか、その辺の6月なんですけれども、発表予定となっております。あとね、仮の商品とかもありますよね。このあたりがね、モビルスーツの今発売予定となっております。この中ね、今回ね、動画のタイトルにもあるように、本編に一度も登場していない機体があります。それが、ハインドリーとティック・バランです。今回の動画ではそんなハインドリーの詳細や今後もしかしたら登場する可能性についても考えていこうと思います。ぜひ皆さんのご意見や考察等あればね、コメントで教えてください。いつもたくさんのコメントを非常に参考にさせていただいております。ありがとうございます。では早速本題に入っていきましょう。ティックバラについては、通称ガンダムシリーズの中では、下駄と言われるね、今後地球が舞台とする可能性は高いってことを示唆してるんですけれども、このガンプラのデザインの方から見ていただけるとわかるように、ザ・ウォート・ヘビーがぶら下がっていたりとか、上に乗ったりする、16圏内の戦闘で推進力を高めるために使用されるのは間違いないかなと思います。ただ問題はハインドリーですね。今回ベネリットグループ5傘下のモビルスーツとして、決闘用としてのね、量産機ありましたよね。ディランザ、ザ・ウォート、そしてハインドリーです。ディランザについてはそこまで登場回数は多くありませんが、以前の動画で紹介した PV 内の映像だったりとか、グエル専用、ラウダ専用というのがあるので、元となった機体となっております。要するにジェターク社のモビルスーツですね。で、ザ・ウォートに関しては、エランがファラクトン乗る前に、決闘で使用していたものも団体戦というか、相手3対1でね、想定した上で戦って出てきたモビルスーツとなっております。あとは地球領とグラスレー領との団体戦で、ベルメリアにお願いして貸してくれた機体でもあります。そして問題のハインドリーですね。こちらグラスレーディフェンスシステムズは、学園内の決闘では、いきなりミカエリス、量産機として試験投与されたベギルペンデがあったため、決闘での登場はありませんでした。そしてこのハインドリー系列ももちろん登場しています。ハインドリーシュトレム、先ほど最初ね、紹介したモビルスーツ、今後発売されるモビルスーツの中にあるんですけれども、グラスレー社の実戦用モビルスーツとなっています。中長距離型の戦闘を主眼とした武装構成で採用されているモデルとなっているんですよね。結構見た目ね、顔の形に似てるんで、そっくりだと思うんですけれども、シールド形状っていうのは結構特徴的かなと思います。ドミニコス隊にね、運用していました。ケランジが乗っていたものですね。あれで登場している機体になるんですよね。ちなみにこのハインドリーシュトルム、モビルスーツの発売としては後になるんですけれども、実はね、第4話の地球のアーシアン情勢を語るシーンでも一部登場しています。そして今後第2クールでは、おそらく完全に命のやり取りをする戦争が始まると思われるので、決闘用モビルスーツとしてハインドリーは完全にお蔵入りとなってしまう可能性が非常に高いです。そんなハインドリーがこの度発売が2月18日の発売となっております。まさかのね、本編に一度も登場していない機体がガンプラになるという事態なんですよね。これね、過去にもあったのかなと思って調べてみたんですけども、ちょっとね、分かりかねたんで、ぜひね、ご存知の方いればコメントで教えてください。で、なぜね、これハインドリー登場させたのかって話なんですけども、もちろんね、御三家のモビルスーツがそもそも必要だったという可能性があります。ストーリー上の展開としては、やっぱりジェターク社のディランザだったりとか、ペール社のザ・ウォートっていうのは話の中では登場したんですけども、これだけでね、グラスレー社がないっていうのはやっぱおかしいので、それで用意したという形ですね。なので、とりあえず先にデザインはあったけど、ストーリー構成、脚本の出番でなかったのかなと思いますね。あとはね、今後ね、外伝の方も語られていくと思うので、その中でね、このハインドリーは登場してくるのかなと思います。ただ一方でこのハインドリーについて、こんだけ本編に全く登場していない機体なのにめちゃくちゃ話題になってるんですけれども、それがあるモビルスーツと似ているので一番デザイン好きだよね。別にエアリアル以外だと、このハインドリー一択だよねっていう人もね、結構いるようです。で、そのあるモビルスーツっていうのがギャンですね。これファーストガンダムに出てきた機体なんですけれども、パイロットはね、マクベ大佐なんですけれども、マクベ大佐のために作られたモビルスーツとなっております。シールド形状が丸型であったりとか、ランス形状という武装がね、非常に似ている部分から評価されているというか、この前のガンダムファンからするとかなりね、納得されている機体だと思います。
では2クール目に登場するのかというお話なんですけれども、正直ブレードアンテナもついてるんで決闘が今後あれば登場してくる可能性は高いと思うんですけれども、正直もうないかなと思います。まあ、過去の動画でも紹介しておりますけれども、エアリアルがね、もしかしたらもう一度戻ってくるという可能性っていうのも十分あると思うんですけれども、決闘がね、今後の目的としてもう十分にやっぱ果たしていないと思うし、今後ほんのね、第12話最終回の終わりのような、本当にね、人の命を奪うような戦いがどん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 ね、繰り広げられていって、悲惨なね、戦争の中で見えてくる物語っていうところが語られていくと思うので、このハインドリはね、お蔵入りしてしまうんじゃないかなと思います。まあ、もしかすると、この初代のメモブルスーツを引っ張り出してきて、何かしら使っていくという可能性もあるので、アンテナを取った状態のハインドリーというのももしかしたら登場するかもしれませんね。まあ、ハインドリーのね会社がグラスレーということでね、もしかしたらサリウスだったりとかシャリクとかがね乗ってね、戦って散っていくっていうね、ちょっと悲しい未来も見えるんじゃないかなと思います。ぜひね、皆さんのハインドリーデザインここいいなというのがあったりとか、もしくはガンパラの中でねこれどうなのかな、ティックバランってどういう出方してくるかなとかあればね、コメントで教えてください。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さよなら。